毎週金曜日配信の週刊アソプラス。今週のアソ市の話題から週末のイベント、お出かけ情報をお届けします。アソインターネット放送局 WebTV アソからのお知らせです。アソの二輪車事故を防ぐため啓発活動を行っているアソペースライダープロジェクトと WebTV アソが送る熊本県警交通機動隊全面協力の企画熊本後期特連レッスンの第2回をアップしました。テーマはバイクの整備、白バイのバイク整備の合言葉念、お、しゃ、ち、え、ぶ、く、とう、ば、しめについてご紹介しています。動画は WebTV アソの公式サイトまたは YouTube チャンネルで毎週木曜日にアップされますので、ぜひご覧ください。次は阿蘇神社節分祭のご紹介です。2月3日午後5時から阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社で節分祭が行われます。阿蘇神社の節分祭では豆の代わりに火で清めた長さ25センチほどのごまきが巻かれます。昔はそれを家に持ち帰り、かまどで炊き、その火で炊いたご飯を食べたり、お風呂に入ると1年間は病気知らずに過ごせると言われていましたが、現在では火焚き場所が設けられ、ごまきを燃やして体を温め無病息災を祈ります。その模様は後日 WebTV アソで配信しますので、こちらも合わせてご覧ください。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。